27歳男性です。このまま会社員を何とか続けても限界があると思って3年前から副業を手につけてますが、自己投資や活動費で逆に生活が苦しいです。自分の努力が合っているのか不安になります。こんな時社長はどう考えますか？そういう人結構いるけどさ、稼げてるって話ほとんど彼にとって、なんか逆にその社会人をさ、やってて空いた時間で確実にお金になるアルバイトをしてるとか言ったら絶対元気入るやんか。でもそうじゃなくて稼がれへんからなんとなく副業で空いた時間働こうってもさ、目的がないから、なかなかうまくいかへんと思うねんよか。なるほど。そういう人って結構自己投資って言ってセミナー行ったりコミュニティに入ったりとかして、なんとなく自分の安心感のために動いてるだけで何も蓄積されてないと思うねん。ナビ貧乏みたいな。だからやっぱり未来副業であったとしても、それで将来生計を立てれるような設計をしっかり計画的に立ててからやり始めないと絶対稼げる人来ないと思う。頑張るにしてもちゃんと的を定めないとダメってことですか？うん、そう。だから無作為にやってても絶対無理ですよ。これなくなる一方で、もし社長が100万円持ってたらどうやって使うんですか？本当ね、100万円あれば比較的人生を変えるきっかけは作れると思ってて、自己投資に使うべき絶対。例えば自分だったら世の中に価値提供できる、その専門性を身につけられる会社でお金をいただきながら専門性を身につける、働きながらで、ある程度のスキルが身についた段階で、これはその自分のもうサービスとして提供できるなって思った時にお金が必要になるかもしれないし、今 SNS でさ結構無料で発信もできたりするじゃん。でもそういうことをやってるといろんな発信してる人と出会うから、でそういう人たちがさ、なんかお金の勉強とかマーケティングの勉強とかいろんな配信してるじゃん。コミュニティもたくさんあるし、逆にそういうコミュニティにお金を払って勉強する方が実際一般的に公開されてる学校よりも安くで多くのことを学べると思うの、実践を踏んでる人たちから。ただ間違ったコミュニティの選び方しちゃうと大変なことになっちゃうから、その辺の留意点だけちょっとコメント欄に書いておきます。キャフーン、キャロキチだよ。副業ビジネスってハードル高く感じるね。自分には何ができるのか、今までの経験の棚卸しが必要だね。キャロキチも2月に中国に帰っちゃった。シャンシャンの公認になりたいって上野動物園に売り込みに行けばいいのかな。はにゃ、次回の動画で橋口くんがどうやって勝社長の付き人になれたのか聞いてこようと思うよ。待っててね。へへー。